こんにちは、朝8時です。曇っています。今朝もクリナムに花雲がいました。いつも撮影しようとするとこうやって逃げてくんですけどもね、ちょっとだけモデルになってくれました。朝方雨が降ったので梅もどき大納言、雨に濡れて雫が落ちそうなんですが、なかなか落ちませんね。ガチャピンくんはだいぶ葉っぱを食べ尽くしている感じなんですが、ほとんどいませんね。サナギになるのに移動したのか、何かに食べられちゃったのか、どうでしょうね。くす玉咲き、水芙蓉と鷹の葉ススキです。アルストロメリア、サマーフィーリング、だんだん咲いてきていますね。ブラシの木も咲いてきたんですが、この曇り空だと赤が目立ちません。タイタンビカス、ピーチホワイトの残り少ない花です。これはモミジアオイの純白種ですね。花の大きさがまた元に戻ってきました。こちらは昔からあるタイプのモミジアオイ、赤ですね。宿根フロックスも雨粒がたくさんついていますね。これはポトトギスです。種ができていますね。ヒガンバナ、茎がぐんぐん伸びてきて今にも咲きそうです。今度はクリナムにハエトリグモがいました。動きがなんか面白いですね。10時半になってほんの少し、太陽も見えてきました。ブッドレアには花アブがやってきています。さっきのハエトリグモ、アリは食べないんでしょうかね。アリに攻撃されたところ、ようやく良くなってきました。クジャクチョウがいました。たまたまデジカメを首から下げていたので、遠くから撮っています。ピントが思うように合わないので iPad に持ち替えていますね。このクジャクチョウ、うちに来るのはおよそ30年ぶりになります。林の中とかにはいるのかもしれないんですが、こうやって庭にやってくるのはこの辺では本当に珍しいと思います。羽を閉じると黒く見えますね。飛んでいる時、黒い蝶が、パタパタ飛んでいるように見えました。ルリタテ派かなと思ったんですが、近づくとクジャクチョウでびっくりしました。ちょっとだけ羽が傷んでいますね。なんとひょっこりヒガンバナ、変なところから出て咲いていました。三尺バーベナにツマグロヒョウモンのオスです。この羽の模様を覚えていてくださいね。エキナセアに緑ヒョウモンがやってきました。これは間違いなく緑ヒョウモンだと思います。割と逃げていかないですね。これは iPad で撮っています。ここからはデジカメの撮影になります。これはお隣のブッドレアなんですが、緑ヒョウモンのペアですね。色の薄い方というか暗い方がメスだと思うんですが、詳しいことがよくわかりません。いろいろ検索していると30分1時間すぐに経ってしまうんですよね。なので今日は多分この色の薄い方がメスということで勘弁していただきたいと思います。食草はスミレ科の植物ということで、この色の薄い方、羽を閉じた時に緑色に見えますね。あ、これです。赤タテハもやってきています。赤タテハも綺麗な蝶ですよね。今日は顔もちゃんと見せてくれています。マルオです。この赤いのが、蝶々を取った私のデジカメですね。マルオを取っているわけではありません。遠くのものを映すのには最高のカメラです。マルオ退屈そうですね。今日はこの辺で、バイバイにゃー。